全国的に新型コロナウイルス感染症が広がっています。今回は新型コロナウイルス感染症の予防と受診相談についてお伝えします。県保健予防課の上藤さんにお話を伺います。今新型コロナウイルスの感染が全国的に広がっていますが、どのようなことに気をつけたらいいでしょうか。まずは感染しないこと、予防が大切です。予防には正しい手洗い、マスクの着用、咳エチケットが重要です。正しい手洗いは水で濡らした後石鹸をつけ、少なくとも20秒間こすります。手を洗った後には清潔なハンカチで手をしっかり拭いてください。その後にアルコール消毒を行えるとより良いですね。あまり恐れすぎず、インフルエンザと同様の感染防止対策を徹底してください。咳エチケットについても教えてください。咳やくしゃみをする際にマスクをしたり、ハンカチやティッシュ、袖などで鼻と口を覆うことです。まずは予防することが大事ですよね。しかしどれだけ気をつけていてもかかってしまうこともありますよね。はい、その可能性はあります。疑わしい症状がある場合には最寄りの保健所の相談窓口に電話で相談をしましょう。どのような症状でしょうか。強いだるさや息苦しさがある、 37.5 度以上の発熱が続くといった症状です。またこの症状に当てはまらない場合でも、発熱や呼吸器に症状があり、かかりつけ医を受診する場合には事前にかかりつけ医に電話でご相談ください。他に気をつけることはありますか。発熱など風邪のような症状が出た場合には、学校や会社を休み外出を控えていただき、体温を毎日測って記録してください。医療機関を受診する際の注意点はありますか。医療機関を受診する場合には保健所から紹介された医療機関を受診してください。複数の医療機関を受診するのは控えてください。また医療機関を受診する際はマスクを着用した上で手洗いと咳エチケットを徹底してください。相談窓口の電話番号は福井市保健所0776-335184、福井保健所0776-363429、堺保健所0776-730600、奥越保健所0779-662076、丹南保健所0778-510034、二州保健所0770-223747、若狭保健所0770-521300です。皆さん一人一人が手洗いやうがい、マスク、咳エチケットを守る、人混みを避けるなどの予防を心がけましょう。もし感染が疑われる場合には最寄りの保健所にお電話ください。